ホーギー・カーマイケルは、アメリカ合衆国の作曲家、歌手、ピアニスト、バンドリーダー。本名は、ホーグランド・ハワード・カーマイケル。インディアナ州ブルーミントンに、電気技師の父とピアニストの母の子として生まれる。6歳の時よりピアノと歌を始める。中学、高校とあまり裕福でない生活を送り、オートバイのチェーン工場や食肉工場で働くことも、あった。 18歳の時ピアノで稼ぎ始め、インディアナのジャズの大御所のレッグディバルと頻繁に共演し、デュバルよりジャズピアノの即興演奏を学ぶ。インディアナ大学に入学して、ピアノで学費を稼ぎながら1925年に卒業し、1926年にインディアナ大学ブルーミントン校、ロースクールを卒業し学位を取ることとなる。学生生活の傍ら、 ビックス・バイダーベックのバンドで演奏し、コルネットにも挑戦するが失敗する。ビックスの即興演奏及びクラシック音楽の感覚を学ぶ。ビックスの紹介でルイ・アームストロングに会う。この頃より作曲を始めている。1924年にリバーボード・シャッフルを作曲し、レコード録音がされる。1926年、フロリダ州の法律事務所で働き出すが、 フロリダの司法試験に失敗。1927年、インディアナ州に戻りに弁護士資格を得るが、弁護士として活動より音楽活動に情熱を注ぐ。1927年、ジャズのスタンダードナンバーで知られる、スターダストを作曲する。インディアナ州リッチモンドのジャネット社より、作曲者カーマイケルのピアノ演奏でレコード録音されたものがヒットする。この曲には、 ミッチェル・パリッシュによって歌手が付けられる。この曲は全世界中に知られ、日本でも広く聴かれ、第11回 NHK 紅白歌合戦の歌唱曲にもなり、ザ・ピーナッツらにカバーされている。1930年、我が心のジョージアを作曲するが、この曲もヒットして、レイ・チャールズのカバーで、後々まで世界中の聴衆に知られるようになる。1931年に、 米国作曲家作詞家出版社協会に加盟する。多くの曲を作曲し、また演奏もして人気を集め、スウィングジャズの前世紀に一世を風靡する。1937年からピアニスト役その他で映画に出演している。1942年にスカイラークを作曲する。1952年に映画花嫁来たるの曲、冷たき酔いにで。 アカデミー一家局賞を受賞する。1953年にアメリカのテレビ番組サタデーナイトレビューの司会者に抜擢されたがしばらくして辞めている。1959年から1963年にかけてアメリカのテレビ局 NBC で放映され、日本でもネットで放映されたララミー牧場にも出演した。1960年にレイチャールズが再びヒットさせた。 我が心のジョージアが注目されるものの、作曲者のカーマイケルは、レコード業界と折り合いが悪くなったが、作曲活動は続けられている。1962年公開の映画、はたりで、自分であるはずの音楽担当責任者をヘンリー・マンシーニに変えられることもあった。1971年に、ソングライターズ、ホール・オブ・フェームに殿堂入りを果たす。 1981年12月27日、カリフォルニア州で心不全で死亡する82歳であった。ありがとうございます。